1668年のバリアー・アイストリアの表紙。バイ・タナキル・フェイバー・クラウディオス・アイリアノスは古代ローマの著述家。ローマ近郊のプラエネステ出身。アイリアノスが書いた文献はすべてギリシア語で書かれており、著述としては教訓が漂う逸話集の動物の特性についてやギリシア基段集が有名である。 動物の特性について、似て、サルデーニャや、コルシカ沖で冬場を過ごし、しばしば波打ち際で人を襲う、海の羊について語っているが、太陽近くに住む住民に伝わる偶話として、ポセイドンの子孫であるアトランティスの王が持つケニーの、象徴であるクリオスのオスの皮で作られた帯を頭に巻き、王妃たちはクリオスのメスの巻き毛を身につけていたという、話を紹介している。 また、未確認生物のムカデクジラにも言及しており、スコロペンドラとして記載がある。古代末期には、教師として、多くの人々より尊重されたとされる。高津春重手塚富夫、西脇純三郎、久松千一、万有百科大辞典一文学、愛賀哲夫、小学館、日本大百科全書、初版、4ページより引用。ありがとうございます。